韓国歌手チェ・ソンボンが癌闘病中であることが分かった。所属事務所ボングボンカンパニーは13日、チェ・ソンボンが昨年5月の健康診断で大腸癌ステージ3、前立腺癌、甲状腺機能低下症、甲状腺癌と診断されたとし、彼は多くの方からの応援に感謝の気持ちを抱いている。今回の危機も乗り越えて、歌い続けたいという望みを持っていると公表した。また、チェ・ソンボンが昨年12月に大腸癌の手術を受けたが、追加手術をまだ受けられていないことを明らかにした。そして、必ず克服できるよう、多くの関心と応援をお願いすると伝えた。歌手チェ・ソンボンは2011年、TVN のオーディション番組コリア・ゴット・タレントシーズン1で準優勝し、有名になった。当時、韓国のポール・ポッツと呼ばれ、優れた歌唱力を誇った。BTS、防弾少年団&セブンティーンらビッグヒットラベルズのアーティスト、ガオンチャート2020年間アルバムチャートトップ100に22作品がランクイン。圧倒的な成果。シムウンジンと結婚を発表した俳優チョン・スンビン。元妻ホン・イニョンが意味深分。映画ベテランでユアインが情けないねと話す場面を掲載。知人もそれに情けないねとのコメント。ホン・イニョンが徐々にわかるでしょうと返信。知人は彼女を慰めるようなコメントを掲載。内部、BTS、防弾少年団ファンに向け謝罪文掲載。ハチヒ放送ユヒヨルのスケッチブックで V とのコラボを問われる。ブルー&グレーは V が辛い時期を経験しながら作曲したものだと共有。だが、ユヒヨルが同曲が内部の独創的原曲者だと言及。内部も否定せず。V と作品に無礼だとファンらが指摘。